はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第105回でございます。で、今回のテーマはその悔しさをどうする。で、サブテーマ生かすも殺すも、あとはまだまだこれからという感じで喋っていきます。で、最初にちょっとね、お詫びというか一つ言っておかなきゃいけないことがあるんですけど、ちょっと今回ですね、声を張れない状況で今撮影をしているので、ビデオにすごい口を近づけて喋ってるんですけど、若干小声のささやき気味で喋ってしまうんですが、元気がないとかではなくて、ちょっと状況の問題なので、そこはお許しください。では行きましょう。で、今回のタイトルはですね、これは誰かの相談とかじゃないです。これの俺の実体験です。しかも昨日の話っていう、珍しくですね、今日日曜日、ダラダラジオアップする日に今撮っていて、昼に撮ってるんですけど、昨日ね、その前に告知をしてましたけど、なんだっけ、新潟県の高校の文化祭にね、イベントで参加させてもらったんですね。で、結論から言うと、その文化祭の一つの、出し物ではないんですが、そのね、視聴覚室をお借りして、トークイベントっていうのをやらせてもらいました。で、自分の、もちろん、なんだろうな、器とかいうのも、認知度っていうのも分かってるつもりなので、10人集まったら嬉しいなって本当に思って準備をしてたんですね。で、結局蓋を開けてみたら、そのスタッフの方とかがすごい一生懸命声かけをしていただいて、30人ぐらいは集まっていただいたんです。そう。で、本当にね、思った以上に集まってもらいましたし、その遠くの方だったら、ね、秋田県から、お越しいただいた方もいらっしゃったし、新潟県の中でも全然違うところ、かなり遠くからわざわざね、自分の話を聞きに来ていただいた方もいらっしゃったので、本当に、しかもあと在校生もね、聞いてくれた子もいたからさ、本当にありがたかったんですけど、でもやっぱり、自分すごい負けず嫌いだったりとか、すごいするの、性格上ね。で、やっぱ80人が入る視聴覚室で、スタッフの方たちが一生懸命やってくれたからそこまで集まりましたけど、そこに生徒、文化祭っていうもちろんその空気というか、それにの流れもあるとは思ったけど、でもやっぱ自分の力不足だなっていうのをすごい痛感をしたの、昨日。でもそれを悲観してるわけではなくって、もちろん良かったと思ってる。そう。だから悔しさっていうのは、さっきそこにもね、書いてありますけど、生かすも殺すも自分次第だから、それでふてくされて、もうやんねえって思うのももちろん自分の自由。だけど、よく悔しさをバネにしてっていう言葉があるように、それをバネにして、さらにレベルアップしていけたら、その悔しさって生かすことができるじゃんか。そういう経験をしてよかったって思うことができるので。そう。だから、もちろんこれからの俺次第かなとは当然思ってるし、何ヶ月後、もちろんね、数日後とかでは無理だけど、何ヶ月かかけて、そのバネにして、ね、さらに飛躍していくっていうものに持っていけば、過去を振り返った時に、あの時のね、このイベントで、いや、全然集まんなかったよねって笑い話にできる。で、もし、そこのね、今回呼んでいただいた同窓会のね、会長さん、すごく仲良くさせてもらってるんですけど、が、来年ももしできたら、自分の力があれば呼びますからって言ってくださったので、もし来年もお邪魔することがあれば、もっと、安易に言えば有名になっていて、ね、認知度があればさ、マジで？ってあの人来んの？ってなると思うんだよ。でも自分はまだまだそこまで行ってないし、当然。そう。だから、やっぱ声をかけてもらわないと、この人誰？よくわかんない。いいんじゃない？聞かなくて。ってやっぱなってしまうのよね。俺が高校生でもなるもん。しかも文化祭だからね。そのお祭りの空気の中で、それでも、ちょっと聞いてみようよってなるかどうかっていうのは、やっぱ俺次第なのかなってすごく思ったの。そう。だからね、そういった意味で、すごく、両極端の気持ちをちゃんと持ってて、ありがたかったなって、すごくいい経験できたし、もう自分よりの、ね、年齢が上の方とかもね、たくさんいらっしゃっていただいたしね、で、在校生の子も聞いてくれてっていうふうにあったんだけど、そうやってよかったなって、そう、いい経験だったなと思う自分もいれば、やっぱりその反対側に、すごい悔しかったって思ってる自分もやっぱりすごくいるのね、そこに関しては。で、そっから目を背けたら意味がないし、で、さっきも言ったように、もう悔しいからいいよ、もう。しゃあしゃあない。焼け酒じゃみたいな。もうそんな風になったら意味がないし、今回自分のことを信じてというか、ね、呼んでくださった会長さんや同窓会のスタッフの方もそうですし、あと校長先生とかね、学校の教職員の方もそうですし、で、一番は、その場に来てくださった方と、やっぱ生徒のみんなを裏切ることになるから、そしたら。
ね、俺が勝手に思ってるだけだけど、うん、だから昨日の経験は必ずプラスに持っていく。そう、そのまだまだこれからって書いたけど、なんだろうな、これはねすごくうまく言えないんですけど、もちろん自分の成長ってここまでだなって思ったらここまでなんだよね結局。そう、多分それ以上いかないんだよ、限界を決めてしまったらね。当然限界を感じたことはないし、ずっとまだまだこれからって思ってたんだけど、なんかこうなんだろうな、エンジンのギアを一個入れ直した感じ、もっと加速していこうぜみたいなのを昨日すごい思って。そう、もちろん今物理的な問題でね、そう、撮影できる量っていうのが決まっちゃってるから、その1日にね、昔1年目のように2本3本でアップするっていうのは物理的にもう難しくなっちゃったけど、でももう一回ちゃんとこの自分の活動に、今やってることね、この YouTuber としての活動にの、まあ YouTuber としての配置にちゃんと、まあ、目を向けてじゃないけど見つめ直して、もっとなんかレベルの高い配置というか、そう、ちょっとうまく言えなくて申し訳ないんだけど、もっと高いところに行くために、なんかしなきゃいけないというか、いろんなことをできたらなとすごく思ってる。昨日の今日の話なんで、正直気持ちがまとまってないです。本当は来週話そうかなとも思ったの、このことは。ちゃんと気持ちが落ち着いてから。でもきっと昨日の今日だからこそ思う悔しさってあると思ってて、なんか悔しいとかって気持ちって風化しちゃうんだよね、時間が経つと。結構どんどん落ち着いちゃう。例えばみんなだったら中学でも高校でもいいんだけど、学校のテストがさ、思ったように取れなくて悔しい気持ちってたまにあると思うんだよ。はあ、マジかよみたいな。でそれってその日とか翌日って結構覚えてるんだけど、1週間2週間経つと結構薄れるんだよね、意識しないと。自分であれ悔や、まあ悔しかったけど、まあ次頑張ればいいんじゃねみたいな。そうそう、で次頑張ればいいんじゃねって済ましちゃったら、特に俺の場合、次のイベントとか講演会も多分ダメだよね。うん、なのでこうどう生かすのかねっていうのはまだ具体的には分かってないです。何を頑張るのか、どうやったらもっとレベルが上がるのか、まだ見えてない、正直。でも一つ確かなことは、立ち止まることはしない、絶対に。悩んでしまって動けなくなる、撮影をやめる、ちょっと中断するとか、そういったこと絶対しないです、はい、どんなに迷ってたとしても。見てくれてるみんなには関係ないからさ、それに関しては。そうだから、まあね、今日日曜日も一本アップしましたけど、本当よっぽどなことがなければ、ちょっとね、忙しい、仕事が立て込んで忙しい時とかできない時もありますけど、必ずね最低1本は1日アップするようにして、でまだまだ数2がね、今やっと指数関数入りましたけど、まあ、対数関数と微積が残ってるので、それを終わして、さらにね、まあ、充実させたいですね。でやっぱり高校生に関してはどうしても数学しか取ってないっていうところもあると思うんですよ。2年生以上になったらって分離分かれたらさ、数学取らない人も出てくるから、高校によっては。だから余計にやっぱ親しみがなくなる、中学校に比べると。中学校はね、5教科全科取ってるから、必ずなんだろう、中学校に通ってる子だったらこう触れる機会があるものだからさ。でもやっぱ高校生に関してはそこもあるんだろうなとは思う、うん、だからといって科目を増やせるかっていうと、やっぱちょっと難しいところはあるんだけど、うん、でもその辺も難しい、できないって思ってしまったらそこまでだし、俺は。そうだから、そういったことも踏まえて、でも理想ばっかね思い求めてたら現実がついていかないから、そことの兼ね合いを必死ね、しっかり考えて、ちょっとね、まあ、何ヶ月後かに、まあ、一番は今もう9月なんで、12月31日今年ね、2015年が終わる時に、ちょっと自分自身が一番ね、自分自身で一番変われたなって思えるようにしたいね。そしてできるなら、まあ、動画見てくださってるね、動画を見てくださってるだけの方だったらそんな変化は気づかないと思いますけど、例えばツイッターでね、こう仲良くさせてもらってる方とかもういっぱいいるので、この動画を見てくれてる子たちの中でもね、ツイッターフォローしてくれる方いっぱいいるから、その子たちに、なんかいい感じっすね今みたいな、なんか生き生きしてるじゃないですかみたいな風に感じてもらえるようにしたいですね、うん、という話。今回はそう、珍しくちょっと自分の話をしちゃって申し訳なかったんですけど、本当悔しかったんです。そう、嬉しかったけどね、30人も集まってくれて、思ったより集まってくれたからさ。でもやっぱりちゃんと、ちゃんとというか、もっとだね、もっともっとレベル上げなきゃ、いろんなことをと思った。
という話でした。ごめんね、本当完全に俺だけの自己満足の話なんですが。ではね、今回はハイチのダラダラジオ第105回テーマ、その悔しさをどうするというね、話をさせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回106回、ちょっとね、まだ決まってませんが、また来週の日曜日にね、アップしますので、もしよかったらそっちの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。